星佐中学校、高等学校は、神奈川県横浜市旭区に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。星佐大学、星佐国際高等学校、星佐もめじ中学校、星佐名古屋中学校、ピーターパン幼稚園、青葉大幼稚園は、系列校である。高等学校において、中学校から入学した。 内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では第1学年から混合してクラスを編成する併設混合型中高一貫校である内閣府及び文部科学省から教育特区に指定されておりカリキュラムの編成に学校独自の裁量を盛り込むことが認められている中学卒業生の多くはそのまま高校に進学するが一部には 系列の学校である星佐国際高等学校に入学する者や外部の高校特別支援学校に入学する者も,もいる。1972年4月、私立高校の教員だった宮沢康夫が同志朝彦鶴ヶ峰にある小さなアパートの一部屋内に10区の鶴ヶ峰セミナーを開塾したことから始まる。1982年12月に 緑区東海千葉町にある東海、市場駅前の小さなビル内に株式会社オルビスツルセミ東海、市場校として移転、開校した。1984年12月に設立し、1985年4月に星座中学校、高等学校の前身である4年生の男子高等専修学校として、宮沢学園高等部が開校した。 1994年以降は3年制となり、男女共学に変更された。1999年4月に、自前の連携校として星佐国際高等学校を開校し2004年、文部科学省及び神奈川県知事から正規の私立学校として認証された。宮沢学園高等部以来の専修学校で培った教育ノウハウを生かし、2005年4月に、 星佐中学校が2006年4月に星佐高等学校が全日制高校として開校し、中高一貫校、星佐中学校、高等学校として開校された。社会に必要とされることを想像し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる。必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生できる社会の実現を目指し、それを成し遂げる。 困難な場面において、相手を思い、笑顔を勇気を持って立ち向かう強い心の育成。ありがとうございます。